グリコーゲン、グリコーゲンあるいは、糖原とは、多数の αD グルコース、ブドウ糖分子が、グリコシド結合によって重合し、枝分かれの非常に多い構造になった、高分子である。動物における、貯蔵多糖として知られ、動物伝粉とも呼ばれる。植物伝粉に含まれるアミロペクチンよりも、はるかに分が多く、8から12残機に1回の分岐となる。 直差部分の長さは12から18残器、分岐の先がさらに分岐し、網目構造を取る。英語の発音からグライコジェンと呼ばれることもある。グリコゲンは肝臓と骨格筋で主に構成され、余剰のグルコースを一時的に貯蔵しておく意義がある。糖分の貯蔵手段としては他に脂肪とアミノ酸という形によるものがある。 脂肪酸という形でしかエネルギーを取り出せない脂肪や合成分解に窒素代謝の必要なアミノ酸と違い、グリコーゲンは直接ブド等に分解できるという利点がある。ただし、死亡ほど多くのエネルギーを貯蔵する目的には向かず、食後などの一時的な血糖過剰に対応している。肝細胞は食後直後に肝臓の重量の8%、 大人で100から 120g までのグリコーゲンを蓄えることができる。本校の分解の不死で述べられているように肝臓に蓄えられたグリコーゲンのみが他の像でも利用することができる。骨格筋中ではグリコーゲンは骨格筋重量の1から2%程度の低い濃度でしか貯蔵できない。筋肉は体重比で成人男性の42% 同女性の36%を占める。このため体格等にも夜が大人で 300g 前後のグリコーゲンを蓄えることができる。グリコーゲンの合成、分解は、甲状腺、膵臓、副腎がそれぞれ血糖に応じて、サイロキシン、クルカゴン及びインスリン、アドレナリンなどを分泌することで調整される。なお、肝臓で合成されたグリコーゲンと骨格筋で合成された。 それとでは、分子量が数倍異なり、前者の方が大きい。グルコースより、グルコキナーゼ、ヘキソキナーゼ、ホスホグルコムターゼ、ユティッピーグルコースマイナス酸、ウリジリルトランスフェラーゼ、グリコーゲンシンターゼの作用により構成される。分子は1、4α グルカン分子構造により形成される。EC2.7、1.2、ATPD、 ヘキソースイコール ADPD ヘキソースマイナス6ホスフィティック 2.71.1ATPD グルコースイコール ADPD グルコースマイナス6ホスフィティック 5.42.2AD グルコースマイナス6ホスフェートイコール AD グルコースマイナス1ホスフィティック 2.77.9UTPAD グルコースマイナス1 ホスフェイトイコールダイホスフィート UDP グルコジック2.4 1.11 UDP グルコース N イコール UDPN プラス 1EC2.4 1.18トライファース A セグメントオブ A1 4AD グルカンチェーン 2A プライマリーヒドロキシグループイン A シミラーグルカンチェーングリコーゲンホセホリラーゼはグリコーゲンをグルコース単位に分解する グリコーゲンはグルコースが一分子少なくなり、有利するグルコース分子はグルコースマイナス酸となる。代謝されるには、ホスホグルコムターゼによって、グルコースマイナス酸に変換される必要がある。肝臓は、グルコースマイナス6ホスファターゼを持ち、解凍系や糖心性でできたグルコースマイナス酸のリン酸元を外すことができる。こうしてできたグルコースは、 血液中に放出され、他の細胞に運ばれる。グルコースマイナス6ホスファターゼは、グルコースの向上性維持のための役割を持つ肝臓と、腎臓で見られ、毛状組織内部原形質の内膜に存在する。肝臓と、腎臓以外の筋肉ではこの酵素を含んでおらず、グルコースマイナス酸のリン酸モドを外して、グルコースに変換できないために、細胞膜を通過することができず、 筋肉中のグリコーゲンは多臓器でグルコースとして利用することができず筋肉自らのエネルギー源として使用される。乳酸の輸送にはいくつかの種類のトランスポーターが存在する。例えば、グリコーゲンがグルコースを経て側近繊維で分解され乳酸を生成し、その乳酸が細胞膜を通過してチキン繊維や心筋のミトコドリアで使われる場合がある。乳酸は 肝臓で糖心性により、グルコースが生成されて、全身でグルコースとして利用される。傾向的に摂取された糖の2から3割は骨格筋で利用されると言われているが、骨格筋の糖消費が十分でない場合には、食後の血糖が上昇することとなる。なお、安静時や強度の低い運動時には、脂肪の方が糖よりも多く使われている。 血糖やグリコーゲンは利用しやすいが、貯蔵量は多くはないので安静時などでは、あまり多くは使われず、強度の高い運動時などに等が優先的に使われるようになる。運動強度が低い場合には、脂肪とグリコーゲンの燃焼比率は1、1であるが、運動強度が高まるに従って脂肪よりもグリコーゲンの燃焼比率高まる。 グリコーゲンを効率的に貯蔵することをスポーツ医学ではグリコーゲンローディングまたはカーボローディングと呼ぶ。グリコーゲンの貯蔵を増やすことでグリコーゲン枯渇による運動能力の限界を上げるために用いられる。全処理としてグリコーゲン枯渇を起こしグリコーゲン合成能力を上げた後炭水化物食品を摂取する古典的方法や 炭水化物とグリコーゲン分解を阻害するクエン酸と同時に摂取する高速ローディング法などがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。